前回本格的に家の屋根作りに取り掛かった瀬戸康史であったが、階段ブロックを思うようにくっつけることができず、かなりイライラした状態でプレイしていたようである。大人のくせにゲームでイラつくなんてみっともない。屋根が完成した後、お口直しの意味で取り掛かった畑作りにもそれなりに苦戦。メインチャンネルの動画は作る時間がなくなり、結果チリトマトリゾットを食べることになったのであった。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史のマイクラ実況へようこそ。おはようございます。寝起きでございます。私はですね、その朝のこの朝日を浴びながらね、マイクラやるのがね大好きで、やっぱねやるぞっていう気分になりますよね。いただきまーす。今日はこれです。生でもはしゃべり、生きて何を見たん、生きて腸まで届くですよ。生でも生でも美味しいみたいなんですよ。なんかねそんなこと書いてない。いただきまーす。セブンイレブンに売ってんだよこれ、うまいのよ。現在朝の8時11分、ゆっくりやっていきましょう。今日は取りすぎないよ。前回屋根で苦戦しましたが、これ両方とも、屋根をねこんな感じで作りました。ありがとうございます。そして向こう見ていただければ分かりますように、ちょっとねあれ、あ、こっちからいけるか。はい、制限ブロックをちょっと作り中です。なんかねアカシアっていう木はね本当に暴れん坊で、もうブルン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 では、ブルンブルンは違う暴れん坊になっちゃってるよね。その子もういろんなところにニョッキニョキ、ニョッキニョキもなんかちょっと変な意味に聞こえてきちゃう。でもブルンブルンのニョッキニョキにね、伸びてくるのよ、こう。もう平気でこうグイーン曲がるし、ビーンなんかビビーンってなっちゃうわけですよ。アカシアの木がこんなに暴れん坊だったらね、知らなかったっていうことで、もう平気で届かないところになるからね。だからもうこれつけなきゃまずいっていうことで、こうやってつけてる最中です。ガラスがなくなっちゃったんでね、途中ですけど、これも今進めております。で、前みたいにブロック1個だけを置くと、後で修正が大変になるので、こういう風に格子状にガラスブロックを渡してます。ガラスはちょっとねいっぱい使っちゃうんだけど、ここ砂が豊富にあるんで、砂が豊富にあるので、いくらでも作れます。あと木も無限に出てくるので、木炭を作ってそれを火種にして作ってます。はい、で、今日は何するかっつうと、前回言った通り牧場も作っていきたいんですけど、屋根作ったらこのね屋根の上の空間がなんか屋根裏部屋みたいになるんじゃねと思ってね、まあ2階部分作った方がいいなとは思ってるんですけど、じゃあどうやって2階に行くんだっていう話になるわけですよ。そうするとね、階段を、でっかい階段をね、あの前のベイマックス、あ、ベイマックスのこと言おうと思ってたのよ。昨日ですね、ツイッターでね、あの、瀬戸さんこれ参考にしてくださいっていう画像はいっぱい普段からいただくんですよ。で、あの、参考になるものに関しては僕全部ね、スクショを撮って、参考にしてるわけですよ。で、そこにね、リストに入りましたよ。すごい人リストに。はい、こちら。ポロリさん。ベイ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 マックスっていうコメントとともに僕にリプライで送られてきたのが、こちらのベイマックス。いや、すごいよね、これね。これは羊毛でこの人が多分作ったと思うんだけど、これがねマイクラに立ってたら感動的だよね。いやすごいな。で、俺もいずれベイマックス作ろうと思ってたけど、もうこの画像見ちゃったらもうなんか満足、一本満足ってなっちゃうから、もうこれで俺コピペしてほしいよね。マイクラでこれ、この建物コピペして俺のこと置いてほしいよね、というね話をしてたら、なんかすっかり夜になっちゃって、すっかり夜になっちゃったから寝ます。いやー、だからね、立派なもの作る人は作るんですね。僕もいずれねベイマックス作ってみたい。で、そのためには羊毛が必要でしょ、ということで、牧場を作りたいんだけど、その前に俺は屋根の裏の部屋を作りたいって話をしてて、そのために行くには階段が必要だって話をしてたんだよね。そう、あのね、階段を作っちゃうとすごくたくさんのスペースが必要になっちゃう。なんかいい階段ねえかなと思ったら、お、あったぞ、そう、今俺なんか前記事読んだぞっていうことで、螺旋階段、
この縦のスペースだけを確保すれば作れるという螺旋階段をね、今日はもうぶっちゃけってかぶっつけでね、ぶっちゃけで作るってどういうことよ。ぶっつけで作ってみたいと思います。撮影の前に思いついたのよ。では何も準備してない、まずは柵だよね。柵はでも作った。牧場用に右側にねアカシアのフェンスが大量にあるんで、これでこう棒を上に渡して、あとはハーフブロックもあるね。うちねあいにくねアカシアしか木がないのでちょっと仕方ない。で使うスペースは9マスですね多分。真ん中にフェンスのあれ棒を渡して上にハーフブロックを伸ばしていけばいいだけです。まずは真ん中の棒を作りましょう。棒、はい。柵っていうのは一個だけ立てるとこう棒になるっていう性質があるみたいですね。こうやってこうでしょ、こうですよね。じゃあこれでもう上登っちゃえばいいんだね。でここにハーフブロックをつけていけばいいんだ。どっちから登るかが重要だな。こうただいまーって帰ってきてもうだこうつっかえちゃうんだ。ドアの位置変えなきゃいけないのかな。どっから登るのがいいんだろう。あ、こっちからこう登る感じでしょうかな。じゃあここでハーフブロック置きます。でここにつけるんだよね。あ、こうだね。いいよね。こういうことだよね。あ、違う？ちゃう？こう下に下げられるのかな？ちょっと待てよ。もう下の段に。ああ、いける。これができるんだ。こっちの方がいいよね。でもこれ登るの超時間かかんない、これ。いきます。トン。次は、ここ？もうこれぶっ壊さなきゃいけないじゃん。破壊します。破壊して、ドス、ドスと。そうすればここに、ハーフブロックがくっつきます。あれ、あ、ジャンプもできないんだ。こうか。こうしてハーフブロック、ハーフちゃうよ、そこじゃないよ。おカズさんみたいな喋り方になってきちゃったな。あ、俺そうカズさんもね、あんまり他の実況者の名前出さない方がいいとかって言うけど、まあカズさんね、同じ事務所の友達なので、出しますけど、いや、カズさんも前くらい言ってるけど、そのことは関係ないんですよ。僕ね、いろんな音素材を持ってるわけですよ。ちょっと、作業しながら喋るわ。僕ね、やっぱ動画作ってると、たくさんの音の素材を持っていた方が便利なので、やっぱね、音素材マニアになっていくわけですよ、だんだん。マニアってほどでもないけどね。でね、この間聞いてたらね、アドビのソフトの音源ライブラリーだったと思うんだけど、その中の人間の声っていうライブラリーが結構あるんだよね。でその中の男性の声っていうやつでめちゃくちゃカズさんそっくりの声がねあったんですよ。じゃあちょっとね聞いていただきましょう。いきますよ、いきますよ、せーの。ほら、めっちゃカズさんじゃない？次。これは違うな。次。ああ、これ違う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 、これ違う。次。おお、めっちゃカズさんじゃない？これ。次。めっちゃカズさんだよなこれ。めっちゃカズさんだよなこれね。え、カズさんこんにちは。どうしたんですかカズさん。カズさんなんか様子おかしくないですか。なんか言葉を喋っちゃいけないっていう事情があるんですか。あ、違う違う。カズさん、じゃあお疲れ様でした。はい。ということで、いや、カズさんの声じゃないからね、これは。カズさんの声を勝手に使って遊んでたらちょっとそれは問題だけど、カズさんの声じゃないからね。アドビの、音源です。これはね、ちょっとね、俺はあんまりこういうこと言っちゃダメかもしんないね。流行っちゃったら困るから。カズさんの声がアドビの音源にあるみたいな、そういう風になってみんな勝手に使うのもあれだから、あんまちょっと言っちゃダメかなと思ってたんだけど、ちょっとあまりに面白いんでね、ちょっと言っちゃいました。次はっていうかもうつくな。これ削るとなんだ。うわっ、ね、面白いでしょ。だからカズさんもうね、慢性的な土不足ですよ。
海の底に行けば土あるんじゃないっていう風にねコメントくれる人いるんですけど、海の底って砂じゃないの？こうしてこうだね、違う、こうか、こうしてここにこれ置いて、次がこうで、まずいなまずいな、登れねえぞあれ、あ、もうこれでいいのか、これいらねえのか、あう、あー、ちゃんと計画立ててなかったからなかなか難しいね。ちょっと待ってよ、だからこう登って、こう登って、これで終わりなんだ。で、ここにこうしちゃえばいいってこと。あれ、こうすると頭つっかえちゃうじゃん、これ登れなくなっちゃうじゃん。で、ここはここは つけちゃダメなんだ。ここもいけないね、ここつけられないわけだ。で、こうしてこっちに行けばいいってことか。屋根裏部屋って狭いね。でもその狭さがリアル、狭さがリアルっていう感じがありますよねあれ登れねえな。参ったな。これぶっ壊すと外になっちゃうから、壊すしかねえか、これ壊そう、仕方ないから。それはこれでいけるんだ。お、これ出窓みたいな感じしたよね。屋根裏をちょっと広げたい。で、これでいいんだ。こっちから登ってくるっていうことだね。こう降りるのなんか気持ち悪いな。まっすぐ行きたくなっちゃうよね、これね。なんか方向が違う気がするな。今日ちょっとテンションおかしいですね、私ね。あの、カズさんライブラリーがちょっと面白い。カズさんライブラリーじゃないから。アドビの男性の声ライブラリーです。ね、私よく女の人の声のうーんって使って、あれの男版です。だから男がちょっとこう、あえてる的なね、そういう声なんですけど、そのことばっか喋っても仕方ないな。どうしよう。ちょっと考えよう。今日はこれだけだな。今日は螺旋階段作ってみようの階段。これで牧場もやろうとかするから、しんどくなっちゃう、俺。今日この螺旋階段をしっかり終わらせよう。やっぱこう、こっちからこう下るのが正解な気がするんだよね。こう、こう、こう、こう。もうそうすると上りがね、あ、でも、ちょい待てよ。ちょ、待てよ。ちょ、待てよ。これを、クリックリンって全部回転させる感じにすればいいんだ。てことは、てことは、ない、その、キムタクのちょ待てよ、終わるけど、てことは、そんなかっこいいてことはないから。つうか俺これフェンスつけてねえじゃん、俺ジャンプフェンス。やっぱこれはさ、天井まで貫きたいよね。ういー、かっちょ、あ、ここだけなんか白樺とかしたかったけどね。白樺とかしたかったけどねこれ絶対こういう風に降りちゃうもん。こっからじゃあ下行こうってなってるけど、これからプーンって降りちゃうから、こんな使われ方嫌だもんね。わかりましたよ。こっちですね。こう。この方向です。こっから作れば、多分間違いない。間違いない。こうでしょ？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 まずい。こうでしょ？そして、どけ。こうして、こうして、こうでしょ？こうでしょう。あー、もう夕暮れだ。あー、疲れた。晩ご飯でも食うか。ただいまー。なんだおい、お前なんでこの半ブロックなんだ、急に。急にどうしたお前、この半ブロック。おい、じゃあ登るか。よいしょ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 ー、イエーイイエーイ。素晴らしい景色ですね、これね。いいね。もうこのまま終わりたいぐらいだね。いい感じで締まりました。ということで、今日は
螺旋階段を作ってみたという動画でございました。皆さんもね、結構簡単に、僕屋根よりも全然簡単だから螺旋階段、3×3 の幅があればね、簡単に作れますんで、よかったらやってみてください。それでは以上、瀬戸康史でございました。ザーノ。どうもどうも、こんにちは。鳥です。昨日に引き続き鳥です。なんかさ、昨日俺ちょっと登場しただけなのに、なんか鳥さんいいな、鳥さん面白いみたいなことがいっぱい書き込まれたことによって、私ちょっとレギュラー化しそうであります。なんかあの、野口が、田口です。さ、ひがむんじゃねえかちょっと思ってんだよ。田口です。あ、ネタよ、瀬戸康史何やってんだろう。瀬戸康史のこといいや。これからも、鳥をよろしくお願いいたします。そのうち野口に食われる予定の、田口鳥でございます。田口です。それではさようなら。田口だ。それではさようなら。私は田口です。